はい、今年2015年も、クリスマスの時期がやってまいりました。本日23日クリスマスイブイブですね。今年も、バンダイのキャラデコクリスマス、ケーキを購入してきました。毎年戦隊と仮面ライダー、2つ購入してましたけれども、今年は戦隊収集アイテムがないということなので、今年はね仮面ライダーゴーストのみ、となります。はい、では中を開けてみましょう。いちごはね別の箱になってます。店舗によってはね、配布形態とか味とかもね結構違うらしいんですけれども、はい、このいちごが別になっていて、はい、今年は仮面ライダーゴーストの、クリスマスケーキですね。はい、武蔵とかエジソンとか俺魂がねやっぱりど真ん中に映ってるというパッケージになっています。はい、では中を開けてみましょう。はい、中こんな感じですね。せーの、おい、おー、はい、今年のケーキはこのようなデザインになっています。真ん中に仮面ライダーゴースト俺魂のデフォルメフィギュアと、そしてその後ろにはそのバイクマシンゴーストライカーが乗ってますね。はい、フィルムがこんな感じです。かっこいいですよね。これならもう子供はテンション上がりまくりですよね。はい、ちなみに中はフルーツケーキ、そうですね、桃とかパインとかそんな感じのやつです。はい、でケーキはこんな感じで、はい、ちなみにこの俺魂のフィギュアはこのように取り外すことができて、はい、このような可愛いフィギュアですね。ベルトとかかなり細かいところまでよく作られて塗装もされてます。首もねこのように動くんですね。さらにこのマシンゴーストライカーもこれ、ね、あんまりあーしまった、大丈夫かな、セーフセーフセーフ。はい、このようにマシンゴーストライカーも取り外すことができます。そしてここに、凹凸があって、ここにね先ほどの俺魂を、はい、このように乗っけることができるんですね。ケーキを食べた後も楽しめる商品になってます。そして、気になるのはこちらですね。この奥に入っている、はい、こちらでございます。はい、 CM でもおなじみのキャラデコクリスマス限定のアイコンですね。それではこちらを開封してレビューしたいと思います。はい、今回キャラデコクリスマスに付属しているのはサンタゴーストアイコン。ボディカラーはレッド赤なんですけれども、武蔵に比べると少しオレンジがかっていて薄い感じですね。ラメも武蔵よりも、より多く、キラキラしてるようにも見えて、かなり綺麗な色ですね。上面のステッカーが、全体的に緑っぽいので緑と赤でクリスマスにぴったりなクリスマスカラーのアイコンになってます。そして上面のステッカーがこのようになっていて、下にはサンタクロース、上には X、 クリスマスの X ですね。そしてサンタクロース魂の顔もこのように下側にねクリスマスツリーがデザインされていて、とても面白い顔ですね。そして真ん中の黒目の通常モードから側面のボタンを押すことでナンバリングの X、 ゴーストチェンジ、そして必殺技は鈴ですね。綺麗、とってもいいデザインですね。まさにクリスマスといった感じです。という4パターンのアイコンを切り替えることができます。それではゴーストドライバーで音声確認をしてみましょう。変身。おお、まさにクリスマスにぴったりな変身サウンドですね。音声はジングルベル星降る聖なる夜でしたね。そして続いては必殺技、大海岸サンタクロースオメガドライブ。そして大目玉、
ということで今回は仮面ライダーゴーストのキャラデコクリスマスと付属しているサンタクロースゴーストアイコンをご紹介いたしました。それでは皆さん、メリークリスマス。